すみれ草とは、江戸時代に北村久しつぶさにより表された、源氏物語の注釈書である。源氏物語すみれ草とも呼ばれることがあり、すみれ草と表記されていることも多い。1812年の漢本が存在するためそれ、以前の成立とみられる。すみれ草の題名は著者により、序文末尾に記された和歌、懐かしみ春野ののすみれつみつれど、 常に人からのものにぞありけるによるとみられる。元織の利長の弟子である、越後国よいた半々子、北村久さ備えが、元織の利長による、源氏物語の注釈書、源氏物語玉のお串を保管するものとして表した、ものであり、序文では、元織の利長がが、源氏物語玉のお串で成しえなかった経図に、年率を加えたものであるとされている。 平安時代末期以降の伝統を持つ、源氏物語系図と室町時代の一条、金吉以来の伝統を持つ、源氏物語の年率について、元とおり乗りながら国学者による合理的な解釈を施して整理し、ほぼ現在の形を確立したものである。この時期、源氏物語研究が以前より精密になったのを受けて、源氏物語の年率や系図、 五尺などをまとめた著作は数多く作られ、その中には、源氏物語年率思考などこの、すみれ草よりも詳細なものもあったが、出版されたのはこの、すみれ草のみであり、これ以後の、源氏物語研究に大きな影響を与えた。本書は、経図二巻と年率一巻からなるが、その他に五尺を内容とする、後編が存在した可能性がある。また、漢本には、 平田厚種による序文と成立の経緯を説明した辞書が付されている。系図を大きく、公印と進化の系図に分け、進化の系図をさらにそれぞれの系図に含まれる人物の最も高い地位によって、大人族の系図と兄弟部族の系図に分けており、最後に、系図なき人として、血統の不明な人物を巻き別に列挙している。 この経図はそれまで主流であったサネタカボンと比べたとき、以下のような特色を持っている。年率に関しては、大筋で、源氏物語玉の小串第3巻の、改めた出したる、年率の図の内容と形式をほぼそのまま受け継いで、さらに過失整理したものである。以下のような点で、源氏物語玉の小串を受け継いでいる。源氏物語玉の小串と比較した場合に記述が、 全般的に詳細になっている他に、本書独自の変更点としては、以下のようなものがある。現在本書、すみれ草は、経図と年率からなる、全三巻の書であるとされているが、当時の漢本の末尾に、源氏物語語語語公すみれ草後編、北村久志備養著二冊に殺金館との記述があるため、現在、すみれ草と考えられている三巻からなる経図と、年率は、 全体から見ると一部分の前編であり、これとは別に五尺からなる二冊の後編が構想されていたと考えられている。しかしながら後編に該当する漢本は今のところ発見されていないため、E. 春樹はこの後編は計画はされていたものの実際には刊行されなかったのではないかとしている。学習院女子高等科中等科図書館に所蔵されている。 すみれぐとの下代及び、現時すみれぐとの内代を持つ江戸時代中期成立と見られる、起立墓巻から若紫巻までの公害書が存在する。内容は宮中である古月賞の流れを組むもので、北村久子備え著のすみれぐとは全く別物である。直接の詩である平田厚種の序文を付した1812年の漢本がある。ありがとうございます。